球を好きな方いらっしゃいますか？松山商業って学校知ってますか？さあ、キャサリンラビットの皆さんは44年前です。わお、登場してくれました。マスコットのキャサリンです。さあ、甲子園で球史に残る決勝戦がありました。愛媛県松山商業対青森県の三沢高校、延長18回再試合で優勝したその松山商業のバトン部の OG の皆さんでいらっしゃいます。2011年に結成したシニアチアチームキャサリンラビット、還暦を迎えて、これから私たち何かできることがあればと考えて、そしてチアダンスで元気を届けることになりました。オリジナルキャラクターのうさぎさんキャサリンも誕生しまして、キャサリンの愛らしいシーグサ、そして元気いっぱいのダンスで老人施設の高齢者の方々にも元気を届けていらっしゃいます。さあ、それでは楽しませてください。シニアチアダンスチームキャサリンラビット。
キャサリーナビットの皆さんでした。どうもありがとうございました。ザ・ピーナッツの懐かしい曲、1960年代ですよね。この曲に合わせてとてもキュートなチアダンスを披露してくださいました。すみません、ごめんよ。